はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回は、12月の2日新シーズンに来るガチャのラインナップ、こちらが公開されましたので、今回はね、皆さんにそちらの方を紹介していきたいと思います。なんですが、ちょっと一言いいですか。最近ガチャのペース早すぎません？ちょっとさすがにやばいですよね、このペース。いや、おかしくないですよね、こう思うのは。やばいよね、最近だって。最近だとコナンコラボが1回来て、でその後ね、少女の、ガチャが最近本当に来てたんですけど、でそこから休む暇もなく、また新シーズンのガチャということで、いや本当にやばいし、で運営さんもさ、最近新キャラクターどんどん追加、ね、してたのに、それにまたね、新しい衣装のガチャも考えてたって考えるとすごいですね。いやマジで最近気合入ってますね。はい、ということで、今回はね、こちらのガチャの、ラインナップの方を紹介していきたいと思います。まずは SR 衣装からね、紹介していきます。こちらもパパッといっちゃいます。 SR 衣装なんですが、全部で5キャラクターいまして、1キャラクター目が傭兵、そしてリッパー、夢の魔女、脳幹視、血の女王、この5キャラクターが次のガチャでね、追加になります。皆さんのね、推しキャラクターはいますでしょうか。なかなかね、使用率の高いキャラクター、傭兵とかね、知能症とかがいるんでね、嬉しい人も多いんじゃないでしょうか。脳幹視もすごい人気ですからね、見た目的にも画像のままの実装だと思います。で、ここからが本題ですね。一番大事な SSR、そして UR が何かっていう話なんですが、じゃあまずは SSR の1枚目からいきます。いや、先に言っときます。今回のガチャ、なかなかやばいです。もうクオリティがやばいです。じゃあまずは1キャラ目いきますね。1キャラクター目がこちらです。はいはい、見て分かる通り、占い師が、今回 SSR で登場となります。いや、かっこよくないですか、この見た目。ちょっとクオリティが高すぎません？ちょっとびっくりしちゃったんですよね、この画像を見て。え、これ UR 並みの見た目してるじゃんって思いましたね。かっこいい、本当に素晴らしいクオリティのね、衣装が、追加ということで SSR でございます。で、これは本当に結構ね、占い師好きの方多いと思うんですけど、結構みんな大満足するんじゃないですかね、これ。いや、非常に楽しみな、占い師となりました。そして続いて、SSR の2体目。こちらでございます。はい。極芸師です。いや、これもまたかわいいし、かっこいいし。で、本当に今回のガチャはやばい。ラインナップのクオリティが、SSR のクオリティじゃないですよね。普通にさっきの占い師と同様、この極芸師も普通になんか UR 衣装で追加されてても、なんか納得いっちゃうレベルのね、かっこよさというか、クオリティで登場でございます。いや、いいよね。本当に極芸師ってね、最近ね、強化が来てから一気に株が爆上がりして、ランクマッチでもね、非常に使用率の高いキャラになったわけなんですが、最近ちょっと弱体化されたんだけど、それでもね、まだまだ全然強いんですよ。だからね、こういう風に、ランクマッチで使えるキャラクターがね、SSR で実装してくれるというのはとても嬉しいですよね。はい、それでは皆様お待ちかね、最後いきましょう。次のガチャで実装される UR 衣装がこちらです。はい、じゃじゃん、あなたは誰っていうね。いや、これ皆さん、これね、小説家なんですよ。いやー、これやばいですよね。まずちょっとこの見た目、小説家オルフェーズがね、この感じになるのは本当考えられない。マジで別人になりましたね。いや、本当にまるでヒーローみたいな。もう超かっこいいよね。企画画像ちょっと出すんですけど。これがこうだよ。いや、かっこいいわ。これがこうってなかなか言い方はひどいけどね。いや、そういう意味じゃないですからね。普通の意味ですからね。いやー、なんか髪の毛がね、金髪になるだけでかっこいいしね。いや、こういう、勇者みたいな衣装すごくかっこよくていいですよね。ということで、このキャラクターが、UR 衣装で登場ということでございました。確かにね、小説家の UR 衣装がなかったんで、納得ですよね。少女と、新ハンターどっちも UR 衣装ありましたからね。いやー、かっこいい。今回のガチャなかなか、全部の衣装ね、大当たりなんじゃないでしょうか。今後ね、小説家が一番早くランクマッチに実装される新キャラクターだと思いますからね。いやー、いいですね。はい、それではね、実際に小説家の方を使っていきたいと思います。今後ランクマッチにも実装されますし、今回のね、ガチャの UR 衣装ということで、このキャラクターが強いのかっていうのはね、気になる人多いと思います。なんでね、今回いろいろ喋りながらやっていくんですが、皆さんはね、小説家のことをどう思いますか？じゃあ僕はね、まだまだ普通に強いと思うんですよね。新キャラクター少女が来て、少女が強すぎたせいで、結構影が薄くなっちゃったんですけど、
そう、まあそれでもね全然強いと思います。まあ、能力っていうのが、まあ、一つ目が味方と、入れ替わることができるんですよね。そうなんで味方と入れ替わってチェイスを変わってあげることができる能力が、まあ、一つついています。まあ、ただこの能力なんですが正直使いこなすのめちゃくちゃ難しいです。 VC とかがつながっていればね使いやすくはなると思うんだけど、本当にこの能力っていうのは使いづらくて、まあこれがちょっと小説家が流行らない理由の一つかなというふうには思っております。で、二つ目の能力がこちらですね。ハンターを見ているときにこのようにページの数がどん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 増えていくんですね。これが100になると、サバイハンターをね5秒間操作することができるようになります。まあ、これがねめちゃくちゃ強いんですよ。さあここもね坂を見ていくと、さあそろそろ溜まるよ、100溜まるよ、さあ100が溜まりました。 OK、 さあこれでハンターのことをいつでもね操作できる状態になりました。さあ今回レオの思い出なんですが、これマジやばいですよ、見てください。じゃあこれやろうか、レイの最強技をやってしまおう。さあここ2階に行きまして、さあ乗り越えたタイミングでさあハンターが来るのを待つ。さあ待って待って待って、顔を見た瞬間に操作する。はい5秒、はい下に下ろします、5、4。さあハンターを下に落とすと、で僕は上にいますので、これでも一気に距離が離れる状態。いやこれマジで強すぎるんだよな。僕過去にねこれが本当にもうクソすぎるっていう動画あげたんですけど、まあ、これ未だに大化というかね修正がされてないですからね。いやこのまま来ちゃうのかな。いやー普通に強いんだよなこれ。いやなかなかね本当に、まあ小説家強い強いっていう人がいないから、まあね修正が入んなかったんだろうと思うんですけど、まあ、実際これがランクマッチに実装されたらね結構厄介ですよ。さあここもそろそろさあページのね2個目が溜まりますね。でこれもね使用制限はないので顔を見た数だけ使うことができます。さあここもさあページが溜まりましたね。さあ看護師さんがちょっと粘着入れてくれてる。さあここもちょっと稼ぎたい。さあいつでもね死にそうになったら板というかこの能力を使っていきましょう。さあここで使っていこう。さあここで板の間に待機して、で看護師さんに板当てしてもらいたい。いや自分でやろう、自分でやりましょう。さあこういう風にまあ味方とね連携がうまく決まればね板を当ててもらうなんていう技もできますからね。さあこれが本当に強くて、まあ、僕前に動画で上げたんですけど、この小説家が初手終われた時、まあ、粘着キャラクターに粘着に来てもらうんですよ。でこの顔を見た時に、板の間にハンターを向かわせて板を当ててもらうっていうね、この作戦マジで強いです。そうだからね皆さんぜひ、まあ、この機会にねガチャでこの小説家を手に入れたらやってみてください。さあここももうちょっと、さあここは読み合いに勝っていく。さあまだ溜まる、まだ溜まるね。さあ初手で3回目。さあこれはちょっとやってもらおうか。さあ板当てやってもらおう。さあついてきてって言って味方に伝えて、でここ OK。 さあそこで板の間に行こう。さあスタンからの板の間にハンターを、よし OK、 ナイス板当て。さあこれです、これがマジで強い、本当に強い。どうですか皆さん、これ見て強いと思いますか。まあ、ただ実際条件っていうのはあってね、ほんとハンターの顔を見ないといけないんで、まあ、ハンターの顔が見れないキャラクターっていうのは結構難しいんだよね。あ、詳しいんでありましたけど、まあ、例えば血の女王とかね、ほんとに遠距離から攻撃されちゃうんで顔が見れない、画家、まあ考え方で言うと画家と一緒かな。そう、顔を見てから使うスキルなんでね、なんでそういった面ではちょっと使いづらい部分はあるんですけど、さあここもちょっとそろそろ止まるね。よし、さあ逃げていきましょう。さあまだねページがあるから、まあだから個人的には、まあ、環境入りはさすがにしないけれども、まあでもそれでもすごい強いキャラクターだよねっていう、まあ、くらいだなとは思いますね。さすがにちょっと少女と比べちゃうとね見劣りはするんですけど、まあでもね普通にいたら厄介ですよね。さあここも使っていくと、さあこれを使って命を長引かせていくと、 OK、 いいね、よし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 。なんでね、まあ、このキャラクターが、まあ、その新キャラ3キャラの中で一番実装が早いと思うので、まあ、このキャラがランク1に実装されたらね、ちょっと僕もたくさん使ってまた動画の方をね上げていきたいと思います。実際そのランクマッチの評価っていうのも気になるからね。 OKOKOK。 さあここもそろそろ溜まるね。さあ溜まりました。さあまたページが溜まっていくと、いや本当にすごいよねこの能力の使用制限がないっていうの。さあここも死にそうになったら使うよ。さあ OK、 ここで使って相手をね、反対側に向かわせていくと。いや、強い。いや、なんか最近使用制限のないキャラが流行ってんのかな。少女もね、使用制限ないし、なんか
最近のね、あの運営さんの帰りは使用宣言ないキャラかもしれないですね。さあここもさワンちゃんもう一回貯めれるな。なおっといたて、これは熱いですね。さあこの間に貯めてしまいましょう。なんならこれワンちゃん4人上げもあるぞ。いや全然ある、全然ある。さあここは避けてしっかりね相手の動きを見てこのスキル使っていきましょう。本当にねこのスキル使うポイントとしては真相になったらっていう時ですね。すごい単純ですよね。さあちょっとおっとワンチャンあるな。おカウボーイ来てくれてる。熱い熱い熱い。じゃあこれあの顔見てカウボーイに板当てしてもらおうか。あこれは4逃げいけるかもな。看護師さんも普通に入れてくれてるね。あ普通に板当てしてくれちゃった。ナイスナイスナイス。いやこれはもらいましたね。さあここもちょっとねあの顔を見てちょっと板の方向に行きましょう。さあ板当ててもらおう。はい、さあ OK。さあ板、間間に合うかな。板、間は、あーまあこれはちょっと惜しい。惜しい、惜しいねー。あだからね、この、あの、板当てする戦法っていうのが今後、みんなに広まってほしいですね。うん。マジでね、これが今後の、まあ、小説家の主な使い方みたいになると思いますんでね。OK! さあ、ということで皆さん本日はご視聴いただきましてありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。